はい。今日はフランクな場ですのでフランクな感じでいきたいと思います。新着論文レビューをテキストマイニングで9です。で、僕とタブリス君が2人で同じテーマを、この1年半年間ぐらいやってきたんですが、2人別々にスライドを作るのもあれだなってことで1本にまとめてあって、で僕が喋ってその次交代してまた交代するという、なんかちょっとダイナミックな感じを演出したいなと思っています。はい、では始めます。新着論文レビューをテキストマイニングと書いていますが、新着論文レビューは、ほとんど関係はありません。ちょっとこれはシリーズものでして、そういうタイトルになりました。で、過去、シリーズものなら過去どういうことをやったんだっていうと、これがその例の新着論文レビューっていうもので、DBCLS で出している、ものなんですけど、そのトップジャーナルにの日本人がトップジャーナルで載せたものをこう日本語でこうもう一回日本語でまとめてサイトにするということをしています。で前回はその中から生物学用語を抜き出すということをやりまして、こういう文章の中から生物用語を色付けしてみるということをしました。で、FABS というサイトを作成しまして、こんな感じで一覧が見れるようにして、でこの中では、どんな単語がどんな生物用語が含まれていたかということと、その含まれていたその生物こうらしさというものをスコアリングして、上の方のものは生物っぽい言葉だよねみたいなことをやったのが前々回の序です。で戻りまして、同じファーストオーサーなんですが、このタグのところに注目して、タグいっぱいあるんでこのタグを整理しようということで、同じサイトなんですがタグを7つに分類しまして、こんな感じで見れるようにしましたよ。でキーワードなんかもちょっと自分でつけてみました。で、著者でも検索ができますみたいなものを作ったのが前回の「は」です。で詳しいことは統合テレビの、昨年の収穫祭を見ていただけると良いと思います。で今回は「Q」です。かっこいいですね。はい、で自己紹介なんですが、これ次に話すタブリス君なんですが、これはなんと Mac でこう海鮮丼の写真を撮っているところを撮った写真。ちょっと何やってるかよくわかんないですね。でこれ僕なんですけど、ちょっと小田原城主気分みたいな感じで、なんかハッピーな感じですね。で牧場のお仕事、牧場で何をやってるかっていうと、自然言語処理ということをやっています。自然言語処理って何かっていうと、人間が日常的に使っている自然言語をコンピューターに処理させる一連の技術とウィキペディアには書いてあります。要はその人間が喋ってる会話の言葉とか、あるいは文章とかをコンピューターで処理して、どういう内容だったよとか、その情報抽出をしたり、機械翻訳とか音声認識とかいった分野が自然言語処理に該当します。で、牧場の普段の牧場の生活どんな感じでやってるのかなって見てみますと。もうみんな真面目に作業してますね。わーとかうーとか言ったりもしますが、基本的にとても楽しんでやっております。はい、では次、このタブリス君にもう一度代わって、その後もう一回僕が担当します。はい、というわけで、じゃあ変わりましたタブリスです。はい、ではここから今年我々が何をやってきたかってことを話していきます。はい、時は西暦2012年9月。この頃、我々統合牧場技術開発部の2人は、それぞれお互いの研究に関して、試行錯誤していた時期でありました。その時後ろの方で司令部の人たちが今年も統合の日があるよねという話をされていました。統合の日とは何かということで我々は密かにググってみたりしましたが、統合の日はここに書いてある通りなんですが、我々 BBCLS が所属しているこの NBTC という、機構に関連している研究施設の人たちが集まって、じゃあ今までどういう研究してたのかということを発表し合うという日です。はい、でそれでそういうものだなと思っていたら、司令の方からお話が来まして、ポスター間の相関を調べてみないかというふうに話が来ました。ポスター間って何かというと、その統合の日というシンポジウムで発表されるポスターがあったんですが、その全てのアブストラクトが全て手に入っているので、それらを使ってじゃあそのアブストラクト間でどれだけ相関があるのかということを調べられないかという話でした。というわけで、ラジャーやってみましょう。ではまずは用紙集を手に入れてきました。ホームページで全て見れたので、ここから見てみて、大体眺め見てみました。見てみると、そうですね、情報系の単語多めですね。統合関係の人たちが集まっているので、データとかデータベースとかそういう情報系の単語を多く含んでいるなというふうに思われました。とりあえずその後の中身をいろいろ見ていこうということで、使っていくソフトがこのメカブというものです。メカブは去年我々も使っていった日本語を解析していくソフトなんですが、日本語の文章を単語ごとに分割してその品種を推定してくれます。例えばこうメカブの後にすもももものもものうちって打つと、それらがちゃんと形態差解析といいますが、名詞ごとに名詞とか関係詞とかに区切ってくれて表示されます。これを使って全てのポスターから名詞を抽出していきます。はい、これここまではできました。で名詞を抽出できたんですが、さてやりたいことであるこのところでポスター同士の近さっていうのは何なのかっていうことにぶち当たりました。我々も考えましたが、よくわからないですね。そういうところで、2人が考えていたんですが、その1週間後どうなったかというと、2人は独立に、研究を始めましたちなみに私とかっきる君は同じ学科の同じ学部の同期なんですが、完全に方向性に関して相談をせず、好き勝手やっていこうということで始まってしまいました。というわけで、これ2人の考え方は後で聞いたんですよ。これも後で聞いた話を出してるんですが、僕の考え方は、同じ生物用語が出ているようなポスター同士は似ているんじゃないかというふうに考えました。でかっきる君の方は特徴的な単語ってやつを彼は定義していて、それらの出現傾向に似ているポスターが似ているんじゃないかっていうふうに考えていたようです。はい、ということでまずは私の考え方の方から説明していきたいと思います。私は同じ生物用語が出ているポスターを探せばいいという話なんですが、ここにポスター A、ポスター B、ポスター C と書きましたが、それぞれ要約があると思ってください。でそこから先ほどのメカブを使ってこのように名詞だけを抽出していきます。例えばポスター A ならばゲノム、考慮、糖尿病、さまざま疾患とかこういう感じで得られてきます。これらを全てのポスターに対して与えてみて、単語中を作ってみました。でここから次は生物用語を取り出さなくちゃいけないんですが、これに関しては去年の研究の成果がありますので、そいつをバッと当てはめてみると、このように考慮とかさまざまとか記述とか近年とかいった生物用語とあんまり関係なさそうな単語は削除されます。そうすると残ったものはポスター A の中の生物用語、ポスター B の中の生物用語というふうになっているので、その前の話ですね。どうやってこの非生物用語を切ったのかってことですが、この新着論文レビューの研究はその後も実は続けてまして、そこから学習させていったんですね。非生物用語だっていうふうに教えておいて、それに関係するような単語は全部テキストファイルに保存しておくみたいなことをしてあるので、それを学習したものを使って関係ないものを削除してました。はい、で削除済みのものから今度は、残った生物学用語がどのポスター間で共有されているかを調べます。例えばポスター A とポスター B を見てもらうと、ゲノムという単語は両方とも出現しています。さらにこの疾患という単語も両方出現してますね。なのでこのポスター A とポスター B は、相関のスコアが2というふうにつけられます。逆にポスター B とポスター C、またポスター A とポスター C の間見てみると、共有されている単語は1つもありません。なのでこのポスターの間には相関スコアは0というふうに算出されます。このようにして相関スコアというものを計算されます。一応図式化してみますが、ポスター A とポスター B の間は2点、他の間は0点というふうになります。これを全てのポスターに関して相手のポスターとの相関のスコアを全て計算しました。このようにして僕はポスター間の相関を調べました。はい、でここから次に合う。ここから次にガッケル君の考え方ですが、彼は特徴的な単語の出現傾向に似ているというふうに考えていたので、じゃあまずどうやってこの特徴的な単語ってものを決めるかっていうところから話をしたいと思います。まず彼は全部のポスターを持ってきまして、そこから含まれる名詞一覧を作成しました。ポスター A もポスター B もポスター C もそれ以降の全てのポスターからメカブを使って単語を持ってきて、ここにこう貯めていきます。そうすると全てのポスターから単語リストが作られます。で、その後にその各ポスターにその用意した全ての単語のリストに関してあるポスター見てみて、その単語が何回出現してきてるかっていうことを全て計算させます。先ほど探索するだけですが、全て探索していきます。でこの表を埋めていきます。でここに出てきたこの数字がじゃあ多いなのかっていうふうに話なんですが、彼はこれだけではまだ決め終わってなくて、さっき言ったように特徴的な単語っていうふうにしたいので、その特徴的なってのはどういう定義するかっていうと、この TF-IDF っていう評価基準があります。詳しくは調べてもらえばいいんですが、簡単に言うとこれはそのポスターに多く含まれている単語が特徴的っていうこの TF の項と、他の文章全ての文章に多く含まれている単語は特徴的ではない、逆にいろんな文章で出てくるんだったらそれはそのポスターに特異的な単語じゃないんじゃないかっていう考え方なので、そういう場合はその分値が小さくなるような重み付けをかけます。こういう式を使って先ほどの、単語とポスターの間にどのような、スコアがつけられるかっていうことを計算し直します。すると先ほどの値がこのように変換されます。さっきポスターと言語の間は 5個っていうふうに出たんですが、それをさっきの TF-IDF を与えると 0.3 点というふうに変換されます。このようなことを全ての表の中に埋めていきます。でここまでできたらいよいよポスター間の類似度を計算します。ポスター間の類似度の計算は、例えばポスター A とポスター B の間の類似度を計算したかった場合、その対応する単語の間で出てきた TF-IDF のスコアを掛け算します。それを全て足していきます。いわゆるこの2つのベクトルの内積を取る感じですね。全て計算してみて最終的に算出されたその 0.30 という値がポスター A とポスター B の類似度を示すスコアというふうになります。以上で2人の、スコアの出し方はおしまいですが、ここまでで全てのポスターの間の相関関係をスコアにすることができました。スコアが出ただけなんでそれだと結果は分かんないで、その結果をじゃあ視覚的に表示したいなというふうにも思いました。視覚的にするといえば挙げられるのが、この各々のスコアをもとにネットワーク図で描画してみようという話です。こうですね、あるポスターから始まって、そのポスターとどういう線が引けるのかっていうことを図式化できればいいなっていうふうに思いました。今相関の間に点数がついているので、その点数をもとにグラフを作成してくれるソフトとしてサイトスケープというものを使いました。ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、遺伝子ネットワークなど生物の分野でよく使われるソフトですね。その遺伝子神話伝説ネットワークとかで視覚化したりするときに使われます。でもこれについては私たちもあんまり使ったことなかったので、どのものなのかということで、実はもう統合 TV にこの統合サイトスケープの使い方が分かっているので、この2つ応用編を見て勉強しました。でその3週間後いろいろごちゃごちゃしていた後、両者ともに完成しました。お互いバラバラにやっていったんでバラバラに完成します。まず最初に僕のバージョンですが、こんなふうな図が出てきて、例えばこの辺からいっぱい一致が伸びてるなとかいうことが分かります。でガッケル君の方はまたちょっとグラフの形が変わりまして、こっちの方になんかクラスターみたいなのが見えるなみたいな結果が得られました。お互いのじゃあそのネットワーク図を見比べてみました。そうするとうまくいっているところもあれば悪いところもある。実際に本当にこれが相関性あるのかって中身読んでみたりしたんですけど、うまくいっているところ悪いところもあったので、じゃあ2人の出したネットワーク図を合体させればいいじゃないかということで長所を伸ばそうということを考えました。というわけで適当にお互いのスコアを足し合わせる方法を勝手にもう本当に作っていって、うまくいくかなダメかなっつってここに倍数値にしてみようか、ダメかなじゃあこっち3に足してみるっつってっていうことを試行錯誤2日間していったところ、完成と何をもって完成かというわけで、こういう感じのこうガッケル君の作ったこうクラスターが見えつつ、ちゃんとこの中心ノードからのいっぱいエッジが伸びてるみたいな見えるみたいなのがようやくできました。かなりこうヒューリスティックですね。でまあその後似たテーマの人たちを分かるといいなっていうふうなお声があったので、これもやってみようと思って、これも人為的に、この辺の相関している単語を見てみて、あ似てるじゃん似てるじゃん似てるじゃんって言って色をつけてしてみたのがこれです。で来たる10月5日アット銀座です、はい、これは統合の日の、ポスター発表の会社ですね。ここにいらっしゃるのが、はい、ユンさんですこれ朝早く行った時に撮ったんですが、もうすでにスライドポスター全て準備されていまして、その後人はいっぱい来て読まれていっていました。でこの会場のどっか片隅に我々のこのポスター関係図が貼られてありました。はいまあ無事まあ好評のまま閉幕ということで、我々の仕事はここまでかなという話で、お疲れ様でした、どうだったかっきる、まあ頑張ったなガタブリスみたいな話で2人でなんか和んでましたね。はい、というわけでここまでで統合の日はおしまいです。ではその後2人はおのおのの生活に戻っていこうかと思いきや、その2週間後指令の方から「文政のポストもやめましょう」っていうふうに言われました。ああ文政、うん文政ありますね、文政文政って話で、文政って何でしたっけって思ったら調べてみたら、こう日本分子生物学会なんですよ。まあ皆さん知らない人はもはやいないかと思いますが、この日本分子生物学会調べてみると、例のあれですよね、某巨大学会の一つと数えられる、まあ、日本が誇る例の生物学会ですよ。ホームページ見てみると、どうやらこんなようなスタイルになってまして、年会の新しいスタイルを探求する、へーへーみたいな、新しいってなんだろうなと思って見てみたら、ここに IT 企画って出てましたね。 IT ですか、なんかこんななんか iPod 出てるし、なんかすげえなっていうふうに思いましてiPod がなんかそういう感じのやつ出てまして、なんかすげえなっていう話で、でまあやるっていうふうにおっしゃってたんで、まあやりましょうと思ったんですが、まあここで悩みが出てくるわけですね。まあその悩みとは何かっていうと、こう用紙集って毎回出ると思うんですけど、こんなあるんですね。分厚いですね。これ10円玉なんですけど、10円玉と見比べるとすごい分厚さが出てきて、20年できて、もう圧倒的のこの分厚さで、この全部読むのかよっていう話で、これからまあ見つけたいものをすぐに見つけられればいいなっていうふうに思いますよね皆さん。というわけでこの統合の日のようなネットワーク図があればいいじゃんっていう話ですよ。作れれたらいいですね。しかし全部のポスター数4000枚あります。前回の総合の日は50枚ぐらいですが、全部で4000枚ありますね。しかもこの分子生物学会で出てくるのはさまざまな分野出てきますね。となると出てくる単語のこう、なんですか、広がりっていうか、そういうのもあって、どうやって使ったらいいのかって話になりますね。でさらに得られる情報の中で日本語と英語の用紙があります。さっき日本語じゃなかったんですが、今回英語の用紙でも皆さん書かれてるんですね。でさらにその用紙の中にどんなキーワードを使いたいかってことで、英語のキーワードも出てくるようになってます。こんないっぱいある情報、さあどうしようか、じゃあちょっと今度こそ2人で協力しようかって言って、僕は日本語の方をやります。ガッケル君は英語の方をやります。協力という名の役割分担ですというわけで私の方は日本語編をやっていきます。第1話として、まあ、こんな感じでしたが、何が起こったかっていうと、総合の人同じことやればいいんじゃないっつって、それでできたガーン。いやーすごいですね。なんかよくこういう巨大なネットワーク出してきて、なんかドヤ顔する人いっぱいいますけど、はいドヤ顔してましたねあの時は。でなんか中尾さんにこうできたよへーって言って持ってったら、えそれ何それどこに注目すればいいのって言われまして、ですよねもっと局所的な場所に相関に注目すればいいじゃないかというふうに思い直しまして、細かい調整をもっと簡単にやれたらいいじゃないか。しかしサイトスケープでそれをやろうとすると、なんかいろいろといじるべき場所があったりなかったり、どこがいじるべきか分かんなかったりで、なんかもっと簡単にできる代わりのソフトないかなというふうに、まあ、進路を転換しました。はい、第2話新しい出会いです。そこで発見したものはこのグラフビズというソフトウェアです。はい、これはホームページなんですけれども、このグラフビズっていうのはどんなことができるかっていうと、まあ、グラフのなんかその見た目とか形とか色とかを自由に簡単に入れ替えできるっていうソフトウェアで、まあ普通なんでこうネットワーク図も作れますし、そこにこう小さなクラスターとかを定義したりとか、矢印の方向とかも実はいろいろ変えられるんですけど、色付けもできますし、こういうことができるソフトウェアがありまして、さらにこのグラフビズを Ruby 側からこうラッパーとして用意されているというライブラリがいっぱいありまして、でその中もかなり使いやすい GBiz というものがあったんですが、これも私が使わせていただきました。 Ruby を使って操作できることに利点があるのは、僕が Ruby を使ってそのプログラムを開発してからですが、言語に関しては今回置いておきましょう。各ポスターについて、じゃあネットワークの各ポスターごとに図を作っていこうというふうに考えました。例えばポスター A の場合、はポスター A から見て、その周りにどんなポスターが存在しているのかってことだけが見れれば、とりあえずそのポスター A を書いた人は嬉しくなるので、じゃあこういうネットワーク図を作っていこうというふうに考えました。でここで大事になってくる、重要な概念を2つ示しておきますが、まず1つ目に深さというものを考えます。深さというのは、そのポスター A の人から見て一つ深さを進むと、自分とそのまま直接相関があるものですが、そのさらに C さんを見た時の C さんの相関を見て A さん以外に相関を見ていくって場合は A さんから見て深さ2っていうふうになります。同様に H さんから見てその先の相手に相関があるという場合は A さんから見て深さ3のところにあるっていうふうになります。でさらにもう一つ概念がありまして、それはわかりますけど A さんからの相関数です。 A さんから見てエッジが3本引かれているので相関数は3。これは別に簡単な概念かと思いますけど、例えば D さんから見て相関数もこれは3ですし、 J さんから見たら相関数は2っていうふうになります。でこの2つの、概念をうまくやりくりする必要がありまして、例えばこの A さんの場合とか B さんの場合とかいろいろネットワークをつくんですけど、その人があんまり栄えている分野の研究をしてなかった場合は、その人のネットワークに所有されてくるノードの数が減ってきたりとか、逆に多すぎたりして、見づらくなってしまうことがあるんですね。だからA さんの場合はこのすごい端っこの方がすごく多くなってしまうみたいなことがあった場合、この3つはそのポスター図にはポスターのネットワーク図に出したくないというふうに思われます。なのでどうするかっていうと、相関数が H から見た相関数が多いときは深さを減らしていきます。A さんから見ていった時に、深さ1、2と進んだ時の相関数がすごく多い場合は、その先はもう見ない、深さ3以降はもう見ないっていうふうにプログラムで制限をかけます。こういうふうにしていくと、この A さんから見た場合、この H さんの先のコネクタは表示されないようになります。こうするとかなりすっきりして、全体的なポスターネットワーク図がバランスを取れますというふうに考えました。でここまでプログラムを書いて、じゃあ早速全てのポスターについてやってみよう。バーンできました。で実際のプログラミングの方法は Wiki でっていうふうにありますが、じゃあ早速作ってみたので、この Wiki 見てみたいと思うんですが、どうやったら見てるのこれ見れないじゃんこれ。クリックできないクリックできないよ先生できないの？こう、できそうですね。こっちにできちゃったよ。ブラウザー違う方がいい。どうやってするの？こうか。これは私が作った統合牧場での技術開発部が作ったものを紹介していくページです。統合ハムです。ログインしてみると。誰もログインできるんですが、ちょっとずれちゃってるよ。こんな感じのトップページでできます。で見たい、分野に関してマウスを合わせるとそこに説明できるので、例えばアプリケーションは我々が作ったものです。で今回作ったそのポスター用紙相関解析に関してはここから飛ぶことができます。これに関してはそのままソースコードを上げてあるので見ることができると思います。 GitHub の方から見れるはずなので、ちょっと待つと出てくる？来たね。私の ID から作った GitHub のページでこんな風な説明文をつけて Ruby ファイルがあるので、興味ある方は使ってみてください。なんか使いづらいとかありましたらご意見いただきたいと思います。あれ戻れる？戻れる。一応このページはいろいろいじくっていってこんなふうに動かしたりできますし、回すとこんな消えたりとか、さらにこれ消さなくても実はこれ別のウィンドウで出したりするんですよね。こんな感じです。ちなみにこの機能が嫌な人はここをクリックしていただくと一つのウィンドウしか出ないように制限できます。でこちらの方ではその私が使ったプログラムのツールの使い方みたいなことを開発ページを作ったので、こちらもご参考までに見ていただきたいと思います。こんな感じですね。ああ、またこんなずれてる。はい、グラフビズってじゃあ何なのかとか、インストールの仕方とか、ネットワークの作成前に注意点使っちゃダメだよとか、ドキュメントページの見方みたいなのが書いてありますので、まあ、ここをちょっとご参考までにご覧いただくといいかもしれないと思います。はい、じゃあ話は戻りますが、どっから戻れるのこれ。戻れない。大丈夫なのこれ。どこ行った画面。あ、そうか。はい、先生戻ってきました。というわけで残りの話と進めます。最後にやるべきことがありまして、この用語を選抜というふうに書きましたが、なんでこんなことしなきゃいけないかというと、こう共有単語を僕は相関のスコアとしてるんですが、その共有単語はメジャーな単語ばかりなんですね。こうマウスとか DN とかもう分生物学会なんですが、こういう単語を使って発表される方は本当に非常に多いので、こういう単語ばかり共有単語として出てきてしまうと、どの人も共有単語数の値がこの DN とか転写とかで増えていくので、大事ななんかそのクラスター内でしか使われないような単語によって相関があるというふうに認められたものが見えてこなくなってしまったりするんですね。例えばこうよく出てくる生物用語なんですが、こう DNA、細胞、RNA、まあ、このような単語がよく見られると思いますが、こうよく出る単語が共有されすぎてしまうので、特徴的な共有単語の影響が薄まってしまいますね。こうすると単語が多すぎ、さらにこう単語が実はこれ一部なんですが、もう相当な数ありまして、4000枚のポスターが持ってきますから、これらについて全てのポスターに対して当ててみて、共有されてますかっていうふうに調べるのは、あまりの単語が多すぎて計算が終わらないんです。という2つの問題点がありまして、これらを改善するために2つのことをしました。まずは出現するポスター数が一定以上になってしまうような単語、つまり例えばポスターをある単語を見てみて、その単語が200のポスターで出現しているというふうになった場合はもう多すぎるんで、そういう単語は使わないということで削除します。でさらにその生物用語スコアというものを用いて、僕は生物用語というふうに認識してるんですけど、そのスコアが一定以下になるような単語はもう全て削除します。こうすることによって単語はかなり絞られますし、共有単語としてなんか使えるものが残るふうになりました。でこのように計算してみて、これは計算結果の一部をお見せして、生データをお見せしてるんですが、この P3P07583 はこの3つの4つの単語を使って共有されている、相関があるというふうに算出されたというふうに示しています。こんなふうなことを僕はやりました。はい、じゃあここからはまたガッケル君に戻りまして、彼のやってきたことを話していただきます。で次に、英語編について僕がやったので、そちらの方の説明をしていきたいと思います。で、タイトルはメッシュ導入です。Wikipedia とか見なくてもいいんですけど、日本語に対して英語っていうのはスペースで全部単語が分かち書きされてますよね。日本語とか中国語はなんかビャーっと文字をどんどん並べていくので、どこが文字の区切りなのかっていうのはその外国の人とか全然その言語を知らない人が見たらまあわからないですが、英語の場合は全部その単語ごとにスペースで区切ってあるので、スペースのところで区切れば単語がなんと取り出せる。日本語の時はそのメカブとか使ってなんか名詞とかいろいろ出してましたが、まあとりあえず単語を取るだけならばスペースで区切れば大丈夫という、ちょっと簡単な言語になっています。なんですが、その中から生物用語を抜き出さないとあんま意味がありませんね。ということで今回はメッシュというものを使いました。メッシュっていうのは、長いです。ある概念事象を表す用語は必ずしも一つではなく、同義語や類義語が存在する。そのため複数の著者が書いた論文などを取り扱うデータベースではなどといろいろ書いてあります。これ日本薬学会の説明なので、まあ、読んでください。要は生物用語を統一して気構造にしたものっていうことです。論文でもその書く人によってヒューマンっていうことをホモサピエンスと書いたりマンと書いたりこういろんな書き方があってこう単語検索とかをしてもこう同じことを表しているのに違う表記をされているので、まあ、なかなか引っかからないということになっているので、こういうのを全部統一一つの用語に統一似たようなものを一つに統一しようということをしています。そしてさらにその統一したものを気構造にするということをしています。で、まあ、これはイメージなんですけど実際のデータとしてはこんな感じになってまして、この3桁ずつなんですが一番例えばこれは C01 でその下にその木のその子供としてこの C01.252 っていうのがついててそのさらに下には .100 っていうのがついててそのさらに下には .375 ってついててで、ちょっとこの252まで遡ってで200のところにはこういうっていうふうに、気構造がこういうアドレスで表されています。でこのようにその3桁ずつに区分されています。で、この一番初めの3桁特にその一番初めの文字 C とかここには C しか書いてませんがに注目するとこれどういう意味なのかっていうと実はこれで大きく分野を分けています。メッシュは A から Z まで16個かなの大きく分野に分かれていまして A は解剖 B は生物などと、まあ、全部生物の用語なんですがその中でもさらに、まあ、大きく分類されているというふうになっています。なので、ここにある単語を生物用語と見ればその論文によく使われている「is」とか「that」とかそういうのはここにはないので省けるなというふうに考えました。次にアブストラクトの解析を行いました。アブストラクトに含まれている生物用語その生物用語というのはそのメッシュに含まれている用語を調べたところ一番多かったのはロールで、まあ、ジーンエクスプレッションなどというふうになっていますがこのロールとかプレイとかっていうのはもともとはその子どもたちの遊ぶとかそういう意味でのプレイなんですけどこうそういう文脈を考慮せずに単語だけで判断しているのでこうプレイってめっちゃ使われる単語なのでプレイって出るたびになんか全部ヒットしちゃって高くなってしまうというちょっと本来の趣旨とは違うようなものも上がってきてしまっています。この下のやつはコントロールっていう言葉が使われると全部数えてしまうのでそのメッシュの用語に含まれている意図としてはそのコントロールの中でもその生物用語的な意味でのコントロールなんですが、まあ、コントロールっていうのは一般的にいろいろな場面で使われてしまうので、多く使われているように見えてしまうというふうになっています。ただ残りのやつを見てみるとおおむね遺伝子関連の用語が多いなというふうな感じです。まあ、ちょっとここだけだと、まあ、そうなのかって感じですがちょっと下の方も見ますと、まあ、遺伝子関連のここがだいぶ上に来ています。でそれではそのさっきの一番上の3桁のそのメッシュの一番上の3桁に注目してそれの多いものを分類するというふうにしますと、G05 一番初めのアドレスが G05 から始まる単語っていうのが一番よく出ていてそれは、まあ、遺伝子関連の単語っていうのがその G05 に分類されているんですが そこに含まれる単語っていうのがとても多く出ていた。その次は A11 の、まあ、細胞に関するものということで見ていただいて分かるように G から始まるものっていうのがとても多く出ています。で、まあ、G っていうのは生物科学に関する用語ということなので、まあ、当たり前っちゃ当たり前な結果なんですがまあ面白いですねっていうことです。じゃあこの G05 の中ではどういう単語が出ているんだろうっていうのを調べてみますと、まあ、一番はジーンエクスプレッションとかジーンズとかベースシークエンスっていう言葉がよくその文生の論文に出ていたということが分かりました。で、A11 も調べてみますと、まあ、セルズから始まって、まあ、セルっていう単語めっちゃ出てるやんっていうふうにということが分かります。で、これの細かいデータに関しては僕のブログの方で公開しているので、興味がある方は見てください。で、次にキーワードについての解析をしました。キーワードっていうのは、そのポスターには5つまで自分の好きなキーワードを英語で付けられます。で、全体の 95% に当たる3600人の人が何かしらのキーワードを付与していまして、全部で1万5000個以上のキーワードがあります。4000枚ぐらいのポスター数だったので、大体1人4つぐらいのキーワードをつけているという計算になります。で、人気キーワードというのを調べてみますと、ドロソフィアめっちゃ多いっていう感じで、そんなもんなんですかね。キーワードをつけてもなんかキーワードでは検索がかからないみたいな仕様になってるらしくて、なんでキーワードつけてるのかいまいちよく分かりませんが、こんな感じになりました。で、キーワードに出ているものっていうものはどういうものが出ているのかということで、タイトルとの相関を調べてみました。で、これ見方なんですが、ドロソフィラっていうものは95個のポスターに含まれていたキーワードなんですが、そのドロソフィラっていうキーワードを書いた人はタイトルに何を書いているかということを、左から一番多かったもの、2番目3番目というふうにしてまとめてみました。そうしてみると、タイトルにもそれ書いてるじゃんみたいなものがとても多い。タイトルの中でなんか一番重要なキーワードみたいなものをキーワードとして自分で書いているケースがとても多いということが分かります。ということですね。で、じゃあキーワード同士ではどういうペアが出やすいのかということも調べてみました。でもこれ見ていただくと分かるようにクロマチンめっちゃ出てて、クロマチンとなんかヌクレオソームとかいうのがとても表記してるんですね。だからクロマチンって書く人はヌクレオソームって書きやすいみたいな、よくわからない傾向が見えてきました。で、クロマチン、ヌクレオソーム、ヒストンっていう言葉はキーワードにその片方書いたらもう一個も書いちゃうみたいないう人が多いという傾向が分かりました。で、いよいよメインとなる、ポスター間解析についてお話をします。先ほど、ロールとかプレイとかコントロールとか、なんかこれ生物用語とはちょっと言えないよねみたいな、全部生物用語なんですけど、違った一般的な意味で使われてしまって、生物用語、本来の生物用語として使われていない単語というのが多く見られたので、メッシュの用語を全部生物用語とみなすのではなく、そのうちのここで青でくくったものだけを生物用語とみなすことにしました。その生物になんだけど、なんか人文科学的なものとかそういうのはものとか、あとその論文に出てくる地理、東京とかそういうものがいろいろ入ったりするんですが、そういうものはもう全部生物用語ではないとして、ここにあるもののみを生物用語とみなしました。で、ちょっとこの精神医学とかにも疾患のものがあったり、ちょっと漏れとかもあるんですが、とりあえずこれやってみようということで、A と B と C と D と G と L に含まれている用語のみを生物用語として扱いました。で、先ほど言ったようにこのメッシュというのは気構造になっています。なので、それぞれのポスターでその気構造の中のどの単語が出ているのかっていうのを全てのポスターについて調べました。ちょっと抽象的なグラフですが、例えばこれがメッシュの構造、気構造なんですが、ポスター A ではこの単語とこの単語とこの単語とこの単語が出てるみたいなことを全部のポスターについて調べ、でこれのズレ、この差分を計算して、このズレが少ないものは似てるものというふうにして計算をしました。で、最終的に細かいどうやってじゃあズレを計算したんだってことは、ちょっと喋らないんですが、実はちょっとやり方をいろいろ試してみて、とてもイジイジして、重心を取ってみたりとか距離の計算方法をいろいろ考えてみたんですが、でいじると結果がどんどん変わるんですね。だけどそもそも結論としてどんなネットワークが出ればみんなに喜ばれていいねって言われるのかはいまいちよく分からなくて、なんか自明なネットワークを出すのはなんかそれ分かってるからいいよみたいな感じになるし、こう見えないものを見ようと思ってなんかかすかなものまで見てしまうとそれ嘘でしょみたいなことを言われて、なんかとても辛い思いをしていました。で、どういうネットワークを作ればいいのかというその数値的な指標というものが全然なくて、そのいくつも10個作ったらどれがいいかなみたいな感じでちょっと人の目で見て判断するみたいな、でもでかすぎて人の目でも判断できなくてっていうことで最後まで評価基準を作れなくて、まあ、グダグダな感じになっていました。まあ、そこでちょっと気分転換に、まあ、ミススペルがなんかちらほら見えるんだけどどんな感じなんだろうっていうのを調べてみました。まあそんなにがっつりやるつもりなかったので、単純に長さが 4文字以上で、1文字違いの単語、2文字間違える人はいないでしょうっていうことで、それ2文字間違ったらそれ多分違う単語だからと思って1文字違う、4つ以上文字が4つ以上の単語というのを全部調べてみました。で、例えばこう become と became とかだったらこう両方ともこの条件を満たしているんですが両方とも正しい単語、別にミススペルではないですが、そういう単語はその両方とも出現回数が多いということが期待されます。まあ、正しいので、まあ、正しい用語なので、まあ、両方とも使われるよね。なんですがこう下の場合のようになんかちょっとまあ愛と近いですよねみたいな感じでちょっと打ち間違っちゃった場合っていうのはこう圧倒的にこの比率が圧倒的に大きくなるんじゃないかというふうに予測をして、これの多いものはミススペルの可能性が高いと、判断し計算してみました。でその結果がこれです。で正しいものも含まれていますがこの青で含まれている囲んだものはまあ間違っているでしょうということでエクスレッションみたいなとかプトテインとかなんかそんなものがこれしか書いてないですけどめっちゃ長いリストができてえみたいなみんなちょっとずつめっちゃ間違ってるじゃんみたいなことが浮き彫りになってしまい、なんかアポトーシスとかそういう難しい単語っていうものにミスが多いのかなと予測してやってみたんですが別にそんなことはなくて、アポトーシスのスペル間違ってる人もいましたがそれよりもこう単純にスペルミスをすると打ち間違いというものが多い。特にそのキーボードの横に並んでるものの間違いがやったら多くて、でバリエーションも豊かみたいな感じにってことが分かりました。はい、書いた文章は見直しましょうということが教訓ですね。で、ここまでで僕のお話は終わりです。まあ、先ほどこういろんな方法でまあ図を出してみたんですが最後僕のその日本語のテキスト解析と英語のテキスト解析の最後のスコアをまあまた適当に足し合わせようということになりました。でこれもその先ほど評価基準がないと言ったことと同じことでどういうふうなスコアにどういうふうにすれば多分正しいネットワークっていうのがどういうのか自分たちで定義できず、まあ、なんとなく良さそうなものを選ぶみたいな感じになりました。で、まあ、2人のスコアをちょっと足してみようかみたいな感じで、まあ、ちょこちょこ微調整をしてみたんですが、結論としてはなんか僕の点数を4倍してタブリス君の点数を正規化したものを足すみたいな別に根拠は何もなくて、まあ、それが良さそうだったっていうのが結論です。で計算した結果なんですが、とても字がちっちゃいんですがこれはまあ全てのこれ4000人の全ての人に総当たりで相関性の数を全部計算してましてで一番右にその相関の値が計算されるとでそれを総として、まあ、上の方のものが相関が高いよねっていうようなことをしました。でこの真ん中の方に書いてある英語の文字はそのどうしてその人とその人が結ばれる可能性が高いと思われたのかという僕が計算したそのメッシュ用語、そのさっきズレっていうことを言いましたがそのズレでもうほとんど一致しているものとか一致しているような部分っていうのがあるので、まあ、その計算のそのスコアの根拠となったメッシュ用語っていうものも計算してみました。そして、まあ、12月10日ようやく、まあ、みんな、まあ、2人でずっとパラメータを調整したりもうちょっとこの方がいいんじゃないかなみたいなちょっと割と適当な感じでやった結果完成で、まあ、翌12月11日に、まあ、博多で、4日間にわたって、分子生物学会が開催されまして、なんとホームページに掲載されました。わーいこんな感じ。いいですね、ちゃんとスクショを取ってきました。で、このポスター発表のところをクリックするとこんな感じに、これは中里さんの DBCLS のそこにいらっしゃる中里さんのプレゼンなんですが、我々の相関図が掲載されていると。でこれを細かく見てみると、どの人とどの人がつながったのか、そして先ほど言ったようにどうしてつながったのかっていうことをそのメッシュ用語で表したのがこの赤い文字というふうになっています。で、文政の IT 企画の公式アカウントでもちょっと取り上げていただいて、まあ、こんなの更新しましたよ、ご覧くださいという宣伝もしていただきました。あるいはタブリス君が終わった瞬間をなんかリツイートかなんかされて、わーみたいな感じです。で、だらだらと喋ってきましたが最後です。終わった後いろいろコメントをいただきましたのでそれを紹介して最後にしたいと思います。まず褒められた方から可視化が関係が可視化されているのは分かりやすい。もうこういうコメントをずっと待ってましたはい、やった甲斐があります。ありがとうございます。で他の分野で似たような技術、その目的としては技術は同じだけどそのテーマが違うとかそういう場合だとなかなか見つけにくいと。全然テーマ違うけどなんか似たようなことをやっているような場合っていうのは多々あるので、まあ、そういう人を結びつけられているものが、まあ、いくつかあったいくつもあったので、まあ普段は見づらい関係を見るのが目的だったのでよかったです。でこれは特に実験系の方からご意見をいただいたみたいで、実験系の場合は割とうまくいったみたいです。で赤字でキーワードを書いてあるのは良かった、まあ、これちょっと前日にドタバタして入れたんですが褒められて嬉しいです。で、まあ、ちょっとネガティブな意見もいっぱいありまして相関が微妙、特にこれはドライの人によく言われたんですが、そもそも、初めは生物用語だけでやろうと思ってたのでその情報系の単語が多く混じってくるとその相関を取るのがちょっと難しくて、その情報系の単語での相関っていうのはあまり取ってなかったので、その実験系の生物用語ばっかり出してる人はうまく、比較ができたんですが、なんか情報系の単語ばっかりで生物用語がちらほらだとちょっと違うところに結びつけられちゃったりとか、まあ別に違くないのかなみたいなのもありますが、まあ相関が微妙っていうのはいっぱい言われました。でノードをクリックしたらそのポスターに飛べたらいいよね、まあ、それは確かに前から思っていたんですが、まあ、あるあるで1週間後にできましたまあちょっとファイル形式の問題とかで、まあできなかった、まあ、いずれにせよできなかった、まあ、わけではないですね、はい、たまたま1週間後頑張ったら意外と簡単にできたということなのでまあ、もしも次回があったらぜひ搭載させていただきたいと思います。まあまあいろいろなご意見いただきましたがいろんな人に見ていただいたようでとても嬉しく思います。で、これでおしまいです。ほぼ1時間しゃべりました。最後になりますが、坊野さん中里さんで、犬さんにはとても2年間お世話になりました。で、まあ、キャストとしては、タブリス君と僕がける。で、まあ、制作統合牧場。これかっこいいですよね。はい、で、まあ、一応、恒例の次回予告も。で、僕がこの度引退、卒業することになりまして、さあ、新たな牧場メンバーは現れるのかということで、まあ、割と適当な感じですが、テキストを解析したいものを皆さん来てくださいという宣伝をして、今、契約の時。で、次回は新収穫祭。これ、市がなんかいっぱい並んでるように見えて、僕はとても気に入ってます。で、まあ、これは、次の、14年3月公開予定ということで、続くことでおしまいです。ありがとうございます。